はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵10個に森永ココアを混ぜて飲んでみました。で、匂いはですね、まあ、先日や先々日と違って匂いはちょっと薄いというか強い匂いはあんまりなかったですね。ココアの優しい少し匂いがするというぐらいでした。で、味はですね、まあ、結構混ぜましたので甘さはかなりしっかりあって美味しい、すっきりした飲みやすいココアでした。生卵10個との相性もかなり良くて、まあ、生卵の生臭さも全部消してくれてますし、スラスラと飲んでいくことができました。今日は都内は雪が降るとかですね、もう再寒波が来ているとかですね、いろいろこうなんていうか煽られた記事をたくさん見ていたんですが、雪結局降らなかったですね。で、まあ、寒かったですけれども、まあ、マイナス1度か2度ぐらいだったんですかね、結局。まあ、これぐらいならなんとか耐えれますね。まあ、暑いのと寒いのって、まあ、どっちが辛いかって話なんですけれども、まあ、暑い夏の頃はですね、暑いのはこんなに辛いと、寒い方がまだマシだと、寒いのなんて、その暖かくすればいいだけじゃないかと、早く冬が来ないかなと思うもんなんですが、でもいざ冬になってみるとですね、冬寒いのは辛いと、もう早く夏にならないかなと、暑いのなんて全然楽でしょうと、だって薄着にして、まあ、冷房つければいいだけじゃないかと思ってしまうもんでして、まあ、人間というのは、まあ、かように何と言いますか、ないものねだりの青い鳥症候群の、まあ、生き物なんだなと思いつつですね、ただまあそろそろ、まあ、1年を通して一番寒いのはまあ1月か2月ぐらいだと思いますので、今回がその再寒波とかってその結構記事を見ましたので、まあ今年の冬で一番寒いのは何度か峠を越えたのかなと、そう思うとなんだか、まあ峠を越えたかどうか分かりませんけれどもね、峠を越えたとすると、まあ一安心ですね。はい、ということで皆さんもまあお気をつけてお過ごしください。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。